です。いけません。えっへん。はあ、はっはっは。ここは負けられない一番人気16番桜爆信号。実力は完全に上位ですね。貫禄すら感じてしまいます。長くいい足を使える持久力がこの子の魅力ですね。いざ爆信。曇り空の下、中京レース場芝 1200CBC 賞、17人の馬娘たちが挑みます。虎視眈々と上位を狙っています。3番人気はキングヘイロー。この評価は少し不満か。2番人気はこの子タイキシャトル。威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘。1番人気桜爆心王。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。ゲートイン完了。出走の準備が整いました。今スタートが切られました。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは岩早秀。14番7番期待通りの結果を出せるか。1番人気桜爆心王。先頭は13番単身で飛ばしていきます。先頭から大きく離されて2番手は大気シャトル。桜爆心王並びかけてきた。少し離れて11番さがなく岩早秀。少し後ろから7番、そしてその外を回って14番6番、並んできた。第4コーナーを進んで直線へ向かう。内から来るか外から来るか、最後の局面です。勝負は最後の直線に持ち越された。さあ外から先頭を伺うのは11番桜爆心王。まだ抑えたままだ桜爆心王。外で足を溜めています。栄光まで400。最後のコーナー先陣を切ったのはジュメッチさん。飛び込んできた桜爆心王。桜爆心王ここで上がってくる。桜爆心王並んできた。残り200。熾烈なデッドヒート。桜爆心王完全に抜け出した。桜爆心王足色は怒らない。お見事桜爆心王。100歳以上の強さを見せた見事な勝利です。 CBC 賞を制しました。桜爆心王の完勝でした。2着には11番、3着は大吉シャトル。優等生ですから。はっ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 は。感服いたしました。記事にしなければ。なるほどです。わかりました。はい。はい。え。わかりました。バッチ。
見事答えてみせますよ。5番人気は11番桜爆心王。ライバルたちは強力ですが、闘争を期待したいですね。前目につける先行策で勝利をつかんでほしいですね。近づく中山に快速自慢が集う電光石火スプリーターズステークス。1番人気はもちろんこの子、西のフラワー。実力は負けていません。2番人気オグリキャップ、注目の桜爆心王。6枠11番での出走。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。スタートです。馬娘、綺麗なスタートを切りました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはアイキシャトル、桜爆心王、岩早秀。期待通りの結果を出せるか。1番人気石のフラワー。花を奪っていったのは4番8番、並んでくる8番の4番。2人とも花は譲りません。ハイペースで流れる展開もありえますね。先頭をかけます。4番続きました。8番早くも激しい競り合い。石のフラワー3番手、外から外から。桜爆心王、アイキシャトル、武装、岩早秀、並んでくる。外でエルコンドルパター。そしてそのうち1番、間もなく第4コーナーカーブ。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。先頭は宮田のまま。果たして抜け出すのは誰だ。石のフラワー外で足を止めています。中山の直線は短いと後ろの子たちは間に合うか。桜爆心王前を狙っていると石のフラワー、並びかけてきた石のフラワー。抜け出したキャップを切った石のフラワー。足色は衰えない石のフラワー。リードは1馬身。2番手争いは大気シャトル、桜爆心王。お見事石のフラワー、強さを見せた見事な勝利です。熾烈な電撃戦を制したのは西のフラワー。スプリンターズステークス完勝だ。2着には大気シャトル、3着桜爆心王。うむうむ、皆の憧れは私のままでしょう。
きます。え、やりました。いいえ、やよちょわは、うん、ありがとうございます。うん、頑張りましょう。えい、えい、おー、よし。申し訳ありません。あの、はあ、どうして、うん、申し訳ありません。行きましょう。はい。もう。ほら。Thank you.
とうございます。はい、うん、やり遂げてみせます。うん、えいえい、おー失礼します。あの、なんぞ。なんと上々です。感動。わあ、はい、わあ
激怒。もうトレーナーさん、誰が相手だろうとも爆心するのみです。注目の3番人気18番桜爆信号。このメンバーの中でも見劣りしない仕上がりですね。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。見守る元での熱き戦い、電撃ロクハロン高松の宮記念。1番人気はもちろんこの子、西のフラワー。実力は負けていません。2番人気オグリキャップ桜爆心王。3番人気です。注目株の馬娘だ。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはマルゼンスキー、西のフラワー。17番期待通りの結果を出せるか。1番人気西のフラワー。さあ花に立ったのはマルゼンスキー。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは岩早秀で、オグリキャップ上がっていきます。先頭はマルゼンスキー、単身で飛ばしていきます。続きました岩早秀で、そのうち並んで2番、4番手成田ブライアン。第4コーナーカーブ、ここからスパート、一気にレースが動きます。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。西のフラワー、内で様子を伺う。西のフラワー、まだ抑えたままだ。桜爆心王、前を狙っているぞ。残り400、最終コーナーを曲がって、最初に立ち上がったのはマルゼンスキー。西のフラワー並びかけてきた、突っ込んでくる。西のフラワー3人並んでの意地の張り合い、残り200、先頭マルゼンスキー、しかしその差はわずか。西のフラワー抜け出した。西のフラワー足色は変えない。西のフラワー今ゴールイン。最速スプリンターの名はやはりこの馬娘にふさわしい、西のフラワー。2着はオグリキャップ、3着はマルゼンスキー。いじけてなんてないですよ。爆心
王冠桜が見守る下での熱き戦い、電撃六波論高松の宮記念。このレース最も人気を集めているのは西のフラワー、1番人気です。続く2番人気はオグリキャップ、桜爆心王、3番人気です。下克上は起こりうるのか。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。誰が先頭に抜け出すか注目しましょう。先行争いはアルテンス、西のフラワー、13番期待通りの結果を出せるか。1番人気西のフラワー、さあ花に立ったのはマルテンスキー。このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは岩早秀、桜爆心王、並んでくる。そのうち並んでダリタブライアン、そしてその外18番、内で西のフラワー、1馬身差3番、その外並んで13番、まもなく第4コーナーカーブ。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。さあいよいよ直線だ。どのタイミングで誰が仕掛けるのか。まだ懸垂し合っているのか、互いに探り合いのままレースが進みます。これだけ密集していると紛れがありそうですね。400を切りました。最終コーナーを渡せ。最初に駆け抜けてきたのはマルゼンスキー、ダビタブライアン、先頭に変わった桜の不信用、コンテクでビッグヒーロー、ここで上がってくる。核を切った、そう、ナリタブライアン。しかしその差はわずか。キングヒーロー並んできた。キングヒーロー助けてゴール。最速スプリンターの名はやはりこの馬娘にふさわしい、キングヒーロー。2着ナリタブライアン、3着桜爆心王。うむうむ、皆の憧れは私のままでしょう。やりました。やよ。え。グググ。トレーナーさん。ふん。グググ。
おい。は？あう。え？ちょわ！あう。いえ、ありがとうございます。えへん。はい。は？え？はい。ありがとうございます。誰が相手だろうとも爆心するのみです。こう見えて私、自信はあふれんばかりにあります。むむむ。注目の一番人気、一番桜爆心王。実力は完全に上位ですね。貫禄すら感じてしまいます。前目につける先行策で勝利をつかんでほしいですね。上空には灰色の空が広がる函館レース場。天気はなんとか持ちこたえ、両馬場の発表です。天気持ってくれるといいですね。3番人気はこの子です、エルコンドルパサー。2番人気を紹介しましょう、オグリキャップ。威風堂々とスタートを待つのはこの馬娘。本日の1番人気、桜爆心王。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。ゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは桜爆心王、オグリキャップ、マルゼンスキー。タイローニの結果を出せるか。1番人気、桜爆心王。さあ花に立てたのはマルゼンスキー。このままリードすることができるか。続いては14番、マルゼンスキーの14番。2人とも花は譲りません。2人がレースを作りそうですね。まだ牽制し合っているのか、互いに探り合いのままレースが進みます。これだけ密集していると紛れがありそうですね。先頭はマルゼンスキー。はっはっは。
続きました。14番桜爆心王、ここにいます。第4コーナーカーブ、勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。この直線で勝負が決まるぞ。残り400、まだ1橋以上の差があるぞ。ここから捉えることができるのか。桜爆心王、前を狙っていると。突っ込んでくる桜爆心王。残り200、先頭はバルデンスキー。変わらない桜爆心王、食らいついていく桜爆心王。並んできた桜爆心王、差し切ってゴール。桜爆心王勝利を飾った。2着にはバルデンスキー、3着に入ったのはオグリキャップ。優等生ですから。は完全に上位ですね。貫禄すら感じてしまいます。短距離戦にぴったりの瞬発力がこの子の持ち味ですよ。青空が広がる中京レース場、ターフも絶好の両馬場になりました。各馬娘の構想が期待できます。3番人気には騎士アマゾン、2番人気を紹介しましょう。ナリタブライアン、さあ今日の主役はこの馬娘を置いて他にいない。1番人気桜爆心王、馬を持して連覇に挑みます。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。さあゲートが開いた。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは桜爆心王、1番4番成田ブライアン。ペースが速い、期待通りの結果を出せるか。1番人気桜爆心王、先頭は1番単身で飛ばしていきます。続きました4番、早くも激しい競り合い。その後から桜爆心王、外には岸アマゾン、少し離れて7番後ろ、5番それを見るように6番少し後ろから成田ブライアン。第4コーナーカーブ、勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。勝負は最後の直線に持ち越された桜爆心王。まだ抑えたままだ桜爆心王、前を狙っていると。さあ誰が最初に仕掛けるのか。4番2番手につき様子を見守る。400を切りました。はっはっは。最終コーナー、先陣を切ったのは1番桜爆心王。並びかけてきた桜爆心王、突っ込んでくる桜爆心王。残り200、桜爆心王リードは1打ち。桜爆心王足色は衰えない強さを見せつけて、桜爆心王今勝利です。この子にかなう馬娘はいるのか。桜爆心王見事に完勝、 CBC 賞を制しました。2着騎士アマゾン、3着に入ったのは成田ブライアン。優等生ですから。はっはっはっは。
したいという皆さんからの熱い視線を。レースに向けて体調をバッチリ整えてきました。こうなった私は最強、もはや勝ったも当然です。仕上がりですね。前目につける先行策で勝利をつかんでほしいですね。いざ爆心。どんよりした雲が空を覆う阪神レース場。この空を映したように芝はやや重の発表となりました。雨が本格化したら難しいレースになってしまいそうですね。人気と実力を兼ね備えた成田ブライアン、今日は3番人気です。2番人気を紹介しましょう。オグリキャップ、スタンドに押しかけたファンの期待を一身に背負って、本日の1番人気桜爆心王、火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。スタート、各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはマルゼンスキー、成田ブライアン、13番期待通りの結果を出せるか。1番人気桜爆心王、さあ花に立ったのはマルゼンスキー、このままリードすることができるか。2番手の位置で先頭を伺うのは13番、そしてその内から行ったのは桜爆心王、そして待機シャトル成田ブライアン5番手、それを見るように9番、その外並んで岩早秀、内をついてオギリキャップ、第4コーナーを進んで直線へ向かう。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。勝負は最後の直線に持ち越された。桜爆心王前を狙っていると、まだ牽制し合っているのか、互いに探り合いのままレースが進みます。さあこれから坂、仁川の舞台はこれから坂が。はっはっは、桜爆心王並んできた。桜爆心王完全に抜け出した。先頭は2人の一騎打ち、桜爆心王、足色は衰えない、着を引いた。桜爆心王リードは1馬身、食い下がる第1シャトル、先頭は桜爆心王。嘘だろ。はあ？くそ！どうしたものか。ふむ。
残念です。あの、よし。はい。よし。はい。驚愕。にゃにゃ。上々です。なんと。あら。なんぞ。もちょっと、ん、ごっくりなあ、うん、待って、あのなんと、なるほどです。いえ、いざいざ。決めました。あの、はい、え、で、は、えへん、頑張ります。はい、いきます。5番人気、14番桜爆心王。ライバルたちは強力ですが、放送を期待したいですね。短距離戦にぴったりの瞬発力がこの子の持ち味ですよ。
いざ爆心。中山に快速自慢が集う電光石火スプリーターズステークス。現在1番人気は西のフラワー、続く2番人気はオグリキャップ、注目の桜爆心王。3枠6番での出走、火花散らすデッドヒートに期待しましょう。各ウマ娘ゲートに入って体勢整いました。揃って綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いは西のフラワー、マルゼンスキ、石山と期待通りの結果を出せるか。1番人気西のフラワー、先頭はマルゼンスキ、単身で飛ばしていきます。2番手の位置で先頭を伺うのは15番内の方から石山と、4番手桜爆心王、西のフラワー、5番手少し離れて岩早秀、そして9番そのうち並んで2番、そしてその外から行ったのは成田ブライアン、すぐに続いてオグリキャップ、1馬身離れて12番キングヘイロー、並んでくる。間もなく第4コーナーカーブ、内から来るか外から来るか、最後の局面です。勝負は最後の直線に持ち越された。西のフラワー、内で様子を伺う。はっはっは、最終コーナー先陣を切ったのはマルゼンスキー、桜爆心王、前を狙っていると並んでくる。西山と突っ込んでくる桜爆心王、残り200、先頭西山と、しかしその差はわずか。西山と譲らないか、西山と足色は衰えない。西山と桜爆心王、熾烈な電撃戦を制したのは必死アマゾン。スプリンターズステークス完勝だ。2着は桜爆心王、3着に入ったのはマルゼンスキー。やっぱり私優秀ですね。
私たちの努力が